次は仕組みをやります。はい、中身はこんな感じになっています。はい、ここのパーツがこのキャップに引っかかって開かないようになっています。どうして開かないの？これがこうなってるときは開きますが、うん、こうなってるとここに挟まって開きません。なるほどね。はい、でここにお金を入れると、ちょっと待ってください、はい、これ上に回すとこう下がって、勢いで下がって、ここがで少し出て、これを持ち上げてこう出せるという仕組みです。うん、ちょっと分かんない。分かんない。ここを乗り越えるときにこれが下がるってこと？はい、お金が回して、その勢いで、うん、これがちょうどパタリと落ちて、うん、これが入るっていう仕組みです。ちょっともう一回やって。うん、お金が入るときは、あ、そっか、上に蓋があるからそこを抜く。まあ言いたいことは分かった。はいはい。これで終わります。